ここでタイムを取りました。さあ試合再開です。さあプレー再開。さあ初球打ちました。センターへ弾き返した。これはヒットになります。ボールは中継。さあノーアウトのランナーが出ました。ここでタイムがかかります。ここはピッチャー交代でしょうか。加藤マウンドを降りました。山口マウンドに上がりました。ブルーウェーブ、これで全ての投手を使い切りました。打ちました。初球打ち掴みました。ワンアウト一塁はセーフ。これでワンアウトランナーは一塁変わりません。ここまで2安打の中村投げました。打ちました。詰まった。大島余裕があります。取りました。ランナー1人置いて迎えるバッターは北川。今日はヒットが1本。速球も胸元際どいところ投げました。内角フォーク外れてボーノーツー投げました。速球見送ってボー打った。グーンと打球は伸びていく。谷バック取りました。ファーストランナー残塁。8回の表が終わって8対7バファローズ無得点で終了です。ブルーウェーブ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。今日2本のヒットを放っている平野。横跳び一塁へ頭から滑り込む。ブルーウェーブあっという間にワンアウト。阿部ファインプレーを見せました。これでワンアウトランナーはありません。ここまで2安打の村松投げた。インドを打った。一二塁間の当たりアウト。これで2アウトです。バッターは2番大島。この試合5回目のアットバット。外野は前進し、シュートワンアウト。おわずかに外れてワンボール。速球ストライク。アウトローへ投げた。スライダー決まって2エンド。カーブ打った。ピッチャー右へ転がった。一塁へアウト。最後はピッチャーゴロに倒れました。8回の裏が終わって8対7バファローズ1点リードは変わりません。さあいよいよ9回に入ります。今日ヒットを放っている川口。スライダーストライク投げました。フォークはフォーアウトコース低め。ワイドは投げました。インコース低め。スライダー外れてボー変化球ストライク。外角高め。2ストライク2ボール。打った流し打ちダイナーヒット取った。そして左バッターボックスには増田。今日5打席目。ダイソーを起用します。高須一塁に入りました。まずは一塁牽制セーフ。一塁はセーフ。投げました。フォークボール見送ってストライク。高め決まってワンナッシング。投げました。速球ワンバウンドボール投げた。打ったヒット。高須三塁を狙う。マスターこれで今日は4打数の2安打。この場面でチャンスに強い阿部。バファローズ追加点のチャンスを迎えています。初球打ちレフトへの打球掴みました。阿部初球打ちはレフトライナーでした。2塁はセーフ。これでワンアウト。ランナーは一塁二塁変わりません。ここでチャンスには滅法強い藤井。バファローズ追加点のチャンスを迎えています。投げた初球打ち流した。投げた打ちました。二塁へトス。二塁アウト。アウトゲッツー。バファローズ追加点のチャンスを逃しました。9回の表が終わって8対7バファローズこの回の攻撃はゼロで終わっています。ブルーウェーブ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。今日ヒットを放っている谷。さあプレー再開です。打ちました。ファウル投げた。カーブは空振り。2ストライクノーボールです。低めカーブ外れてボール。追い込んで投げました。低め打った。取りました。吉田セカンドライナーに打ち取りました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは4番ブラウン。ここまで1安打1塁送球アウト。バファローズ勝利目前。今日3安打猛打賞のオーティーズ。スタンドからはなんとか1本と期待をかける声援が響いています。投げました。高め見送ってボール。さあ3球目インコース。スライダー外れてボール。プレーが再開されました。ストライク。さあ次が最後の投球になるか。バットのやや先端ホームラン前に出る。掴みました。ゲームセット。